皆さんこんにちは。おっかけ情報局,局局員のジャムジャムです。なんと JO1 のファーストアリーナライブツアー絆の追加公演の発表がされました。おめでとうございます。あの新ポスタービジュアルの発表もありましたね。はい。で、そしてそんな追加公演なんですが、えっと東京の有明アリーナで10月22日土曜日のお昼と あのー、そしてあのもうあれですよねあの発表と同時にあのオフィシャルファンクラブの最速選考がもうすでに始まっておりますあの締め切りが8月15日月曜日23時59分までとなっておりますのでエントリー は、もうお早めにお忘れなくでございます。あのー、そしてあのー、東京のあのその有明けアリーナといえば、来週オープンのあのキャパ1万2000人ほどの会場ですよね？あのー、すごくあのすごいスタンドが傾斜になってて、なんかすごく囲ってるなっていう感じのイメージ。 の画像を見たんですけどそしてそんな新しい会場で JO1 も追加公演めちゃめちゃ嬉しいですあのその,東あの有明アリーナなんですけどあの今年の12月までの利用予約の募集はあの去年の10月に行われていたということみたいなのであのもう開催も10月なのでもうやっぱり1年前からの計画 がされてたんだなって思いました。そしてあのもしかしてあの JO1 東京公演単独の東京公演って初めてですよね。あの勘違いでしたらごめんなさい。あの東京公演初の東京公演おめでとうございます。はいあのそしてあの今回の絆ツアーあの東の方もあの横浜のみ。 だったので最初の予定ではあの最初の発表では横浜のみでしたのであのこちらの倍率もあのすごかったと噂で聞いておりますはいなのであの追加公演アリーナ有明アリーナあのおめでとうございますあの一人でも多くのあのジャムの方たくさんの方があの当選されますようにあの願っております。 はいあの、そしてあの追加公演のことなんですけどあの先日、こちらの追っかけ情報局局員のペイ・イジュンさんの,あの福岡公演配信と無限大シートについての動画でも追加公演の予想などされてたんですけどあの先ほどあのグループチャットの方でもお話しされててあの追加公演が幕張でなかったことをがっかりされてました。 なんかあの幕張卒業を望んでいたんだけどなんか幕張でなくてなんかそれはそれで寂しいとのことですごめんなさい今ちょっと勝手にバラしちゃったんですけどあの私も実はあの追加公演をちょっと勝手に予想してたんですねあの千日記念に何かあるんじゃないかなって追加公演とかがあるんじゃないかなって勝手に予想していましたけどあの外れちゃいましたあの8月8日 のあの 8, 月 8, 日8月8日にあの公式で888日の,あのお祝いツイートがされててその時に千日目も一緒にお祝いしましょうっていうことだったので千日目に何かあるなもしかして追加公演かなっていうちょっと勝手に匂わせにさわしてるのかなってちょっと思ってたんですけど。あの もうそ,してその1000日目が多分11月28日月曜日なんですねもうその日は絶対休もうってちょっと今あの,あの前からちょっとその時に思っててでそれがあの福岡公演 のあのあ最終日の時にあの会場の皆さんとあの配信で見てる皆さんでなんかすごい重大な発表っていうのをちょっと期待してたんですけどそれとはまた別にあの今回あの追加公演は10月22日23日の発表ということではいもうすごくびっくりしました嬉しかったですなんかあの絆公演ああののももう、ま、もうすでにあの 最速選考エントリー始まっておりますのでもう皆さんエントリーもう先ほど言ったんですけどお早めにでございます当選された追加公演のあの皆さんのレポを楽しみに待ちたいなって思いますはいえっと以上ジャムジャムでしたありがとうございます